会場となった国営昭和記念公演タマライフ21は1993年に東京多摩地域で開催された地方博覧会多摩地域の東京都編入100周年を記念し多摩新時代の創造から世界に開かれた人間都市東京の新規軸マイナスをテーマに東京都立川市の国営昭和記念公演をメイン会場として 多摩地域全域で開催されたイベントである。1893年4月1日、三ンタは神奈川県から東京府へ移管された。その100年後にあたる1993年に、多摩東京移管100周年記念事業として開催されたものである。会期中は、イベント臨時放送局として、FM ラジオ局、多摩ライフ 21FM も設けられ、東京 FM が、 全面協力した。送信書は、田梨市のスカイタワー西東京に設けられていた。同 FM の DJ ラジオパーソナリティには、後に東京 FM の番組、片栗子ホットラインゴールドラッシュなどで活躍する、内藤ただしらがいた。1980年代には、神戸ポートアイランド博覧会を皮切りに、地方博覧会ブームが起こり、バブル期には、 首都圏でも1989年の横浜博覧会が大きな成功を収めた。その後、1990年代以降はバブル崩壊により地方博覧会ブームは収束し、共産企業集めにも苦労することとなった。タマライフ21開催の3年後の1996年には東京臨海副都心で、 世界都市博覧会が開催される予定であったが、計画凍結を公約に掲げて当選し、東京都知事に就任した青島幸男により開催が中止されている。タマライフ21では CM などを積極的に打ち、末期には各家庭の郵便受けに無料券を配布までしたにもかかわらず、入場者数は低調に終わった。しかしこのイベントを通じて、 それまで横のつながりが乏しかった多摩地域での市民団体などの交流が進み、その後の市民活動や地域振興、まちづくり、NPO 活動やボランティアなどの広がりへつながったという大きなメリットもあった。多摩ライフ21開催後に成果を継承し、住民交流の推進を図るため、公益財団法人東京市町村自治調査会内の組織として、 1994年7月に、多摩交流センターが設置された。多摩交流センターでは、多摩ライフ21の記録や資料などを公開するとともに、多摩地域に関する情報発信や、市民活動への支援などを行っている。所在地は、府中駅北口の府中市役所、府中駅北第二庁舎6階、東京都府中市小吹町一の五の一。 多摩地域と当初部の地域振興を担当する東京都総務局行政部では2017年策定の多摩の振興プランにおいて多摩ライフ21の開催について以下のように位置づけている1993年には多摩東京遺憾100年を一つの節目として多摩地域が抱える諸課題に都や多摩地域の市町村、住民、大学 企業等が連携して取り組み、21世紀を展望した、多摩新時代を先導する街づくり運動を展開する、多摩ライフ21が開催された。369の多彩な事業が、多摩地域全域で繰り広げられ、延べ665万人が参加した。東京都総務局行政部、多摩の振興プラン2、これまでの多摩の歩み、ありがとうございます。